ですか？いいぐらいです。はい、さっきの足より全然いいそうですね、うん、じゃあうつ伏せになってください。はい、失礼いたします。はい、ご覧くださってください。さんはちょっと反り腰なんですね、はい、あこのちょっと腰の前腕が少しありますね、でちょっとこう後ろにお尻が結構来てるので、はい、まあ、セクシーなんですけどね、そうですね、ここからのシルエットとかはすごいセクシーになるんですけど、はい、ちょっと腰の負担が本人的には結構女性らしいシルエットになって、まあ、くびれがね、あの横からのくびれが綺麗に見えたりとかっていうメリットはあるんですが、やっぱちょっと姿勢的に言うと、例えば今ここ痛いですよね。結構、うん、どっちかっていうと、うん、左の方が腰の硬さがこう出てるんですよね。やっぱちょっとさっきあの足の方でも、あの左の方があっておっしゃってたように、うん、若干骨盤のところから左右差が出てるようですね。加減いかがですか？いいぐらいです。はい、さっきの足より全然そうですね、うん、足は特に痛いんですよね、うん、なんだこれっていう痛さありますもんね。怪我してるのかなみたいな、なんかえぐられてんじゃないかみたいなね、拷問なんじゃないかぐらいのね。でもこうやるとスッキリしてるから良かったんだなみたいな。ちょっとここ引っかかる感じというか抵抗ありますよね。問題ない方だとこう 全体的にくるくるっていくんですけど、ちょっとズレがあったりですとか、筋肉周り硬くなってますと、あの、まあ、回ってこないっていうかね、動きが悪くなります。痛いですかね。痛いです。ここ特にこれ痛いですね。ここやっぱ膝近くがね、そうですね、うん、このここの筋肉が硬くなってるんで、うん、膝の方にも影響が、うんうん、ここをやっとくと股関節にもいいですし、うん、膝にもいいので、うん、まあ、痛すぎない範囲でなんですけど、ちょっとねやっぱり緊張しちゃいますかね。わかりますかね、これさっきよりもこう動きが滑らかに、はあ、なりましたよね。
首の方にも影響がというか硬さがガク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 って感じがちょっとありますよね。すっごい硬いですね。結構硬くなっちゃいましたね。痛そうですね。合ってますね。大丈夫ですか。はい。はい。割とあれですね、こう最初すごい硬いなと思ったんですけど、はい、一通り、まあ、何ですかね、一往復でもやると、うんうん、もう指入りやすくなってきたので、うん、前回よりはそう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 、うん、多分そうですね、前回よりもほぐれやすくなってる。